ここでですね、10分間なんですけども、先ほどご説明があった通りですね、トークンの方ですね、オペラビリティについてということと、ちょっと冒頭にちょっと IBM の最新状況というかですね、IBM が今ハイパーレジャーに対してどういうふうになっているのかというのを、ご説明したと触れていきたいなと思います。で、流れなんですけども、先ほど富士通さんの方から具体的なインターオペラビリティですね、の話が、あったかと思いますので、その前提の知識をベースにですね、トークン部分についてちょっと特に皆さん気になっているところとしては、ファブトークンって当時あったかと思うんですけども、今このファブトークンってもともと IBM がかなり Linux ファンデーションの中で中心的に開発してたんですけども、これのちょっと位置づけの整理と、最近ですと我々の中の IBM の中のプロジェクトでもトークンケースだとハイパーレジャーのベスを使うケースがかなり増えてまして、で多分皆さんもそうなんじゃないかな、ベス使ってる方ってどれぐらいいらっしゃいます？結構いらっしゃいますね。なので多分こちらの話とかも、限りなくイーサリアムに近いので触れることはあまりないんですけども、ちょっとここもですね、ご説明させていただきたいなと思います。で、私自身の自己紹介の今日WebX のちょうど30分前に登壇をしてまして、内容はですね、私の自己紹介はもうこういう形で、今 IBM 7年目なんですけども、もともとブロックチェーン事業部ってあったと思うんですよね。IBM のブロックチェーンプラットフォームであったりとか、いろんなソリューション、フードトラストとかトレードレンとか、いわゆるグローバルアライアンスを組んで SaaS で提供するモデルを、二軸として事業部があったんですけども、基本的にオープンソースに転換するという形の方向になりまして、専門の事業部としては今、存在してない IBM が存在してない形になります。私は今クライアントエンジニアリングという部門の、特に Web3 とかメタバースとか、ブロックチェーンだとサステナビリティですね、7割方今サステナビリティ案件なんですけども、ここのブロックチェーン技術を使ったソリューショニングだとか競争っていうのを提供させていただいているという形になります。大昔 IBM がかなりやってた時に、ハイパーレジャーのパブリックのアプリケーション開発の書籍も、ご覧になられている方もいらっしゃるかもしれないですけども、出しています。で、ちょうどこの前のセッションですね、EY の方とトヨタファイナンスの方とセッションさせていただいたんですけども、やっぱり一番やっぱりポイントはどういう形で、技術を提供するかっていう、生活って観点でいうとやっぱり貨幣ですよね、サービスをどうやってデジタル上で買うかというところなので、非常にトークンに対する期待値が高いのかなと考えています。で、まずですね、ここはコインポストさんの記事をあえて、コインポストさんが主催の WebX に入れてたので、コインポストさんの記事からリクここにありますけども、発生させていただいたんですけど、ちょうど2年前ですね、IBM 自身がブロックチェーンプラットフォームっていうのを提供していたんですけども、全てこれをハイパーレジャーの方に還元しますということを実は出しています。で、この記事は多分、ここに来られてる方は多分ご覧になられてると思うんですけども、これ、当時発表だけだったんですね。なので基本的に IBM ブロックチェーンプラットフォームって提供されているものは、名前、正式名称はですね、IBM サポートフォーファイバーをハイパーレジャーファブリックという名前に変わるという形になっています。で、こちらの最新状況なんですけども、発表時は、ずっと残っていたんですけど、ちょうど2年経ちまして、今年のですね、4月末に、厳密に言うとまだ動いているものもあるんですけども、サポートとしては終了という形になっています。で、基本的には IBP のですね、 IBM ブロックチェーンプラットフォームの、最新版ですね、 2.1 のところですね、いうところは、基本的にハイパーレジャーファブリックのバージョン 2.1 のところに、変換してサポートしますというのが基本的な、ポリシーになっています。当時0点台とか1点台で結構実証検証しているものが IBP をですね、あったんですけども、これについては基本的にサポートされない形になりますので、2点台にバージョンアップしていただいて、ハイパーレジャーファブリックの方に変換していただくという形に、なります。もう一つ、マイグレーション支援ツールですね、IBP で動いているお客様がたくさんいらっしゃいましたので、サポートをハイパーレジャーファブリックに変換するですね、ツールも提供させていただいてまして、具体的にはチェーンコードですね、と台帳の変換とかを、あと CA とかですね、こういったところを変換するツールが、提供されてますので、こちらの方もご覧いただけるといいかなと思っています。本日の、セッションですね、残り5分になってますので、ポイント絞ります。ハイパーレジャーはここたくさんあるんですけども、今やっぱりベスが多分一番多いのかな、トークン、イーサリアムベースでやりたいということで、で具体的にはファンジブルトークンの ER20 ですね、とノファンジブルトークン、NFT と言われているものですね、これが2つが、ベスは当然サポートされています。
で、ファブリックでこれ実現する場合もですね、実は技術的には提供されているものがありまして、あまりやられているケースは少ないと思うんですけども、ファブ動画を使ってですね、実装するという形になります。で、こちらですね、ハイパレジャーファブリックの、ファブトークンの概要なんですけども、もともとですね、ファブトークン自身は単体で、ERC20 ですね、を中心に、対応していたベータ版、アルファ版としてですね、提供されているものがありました。ただ、これはオープンソースのコミュニティに最終的に厳密には明確に受け入れられていない状態になってまして、どちらかというと、これ SDK で今提供されている形ですね。なので、よく、SDK の位置づけっていろいろ議論あると思うんですけど、コミュニティ型で、例えばクラウドサービスで SDK が出されているものも、公式にベンダーが提供している SDK と、コミュニティが勝手に API を提供されている SDK って2つあると思うんですけども、今どちらかというと後者の位置づけで、ファブトークン SDK という形で、機能が実装されています。で、この SDK をどうやって作って、トークンを実装するのかっていうのは、こういう形でサンプルが、ここに Java と Google の Go で書かれるサンプルコードが書いてますので、よろしければですね、このサンプルコードも見ていただければと思います。で、位置づけなんですけども、右側に書いてある通り、ファブトークンの SDK ですね、これハイパレジャーラボズが、厳密に言うと提供している形になってまして、当然ながらハイパレジャーが提供している API をラッピングして SDK として提供しているというものになります。もう一つ、ハイパレジャーベースですね。これはあまり解説することはなくて、ほとんどエンタープライズイサリアマネアンスですね、仕様をそのままほぼほぼ準拠している形になりますので、プライベート版とパブリック版ですね、両方提供されているということで、ちょっと内部構成、若干特徴があるところはあるんですけども、パブリックレイヤーってところですね、EVM が動くってところに変わらないので、基本的にはあまり解説するところはないかなと思ってます。で、ですね、で、今日の議論、特に、オペラビリティっていうとですね、先ほど藤さんの話もあった通り、ブロックチェーンのディストリビューションの違いをですね、どう連携するかっていうところが、中心、議論されてると思うんですけども、最近ですと、IBC ですね、インターブロックチェーンコミュニケーションという、プロトコルですね、これは日立さんと共同で開発されてる部分があると思うんですけども、どちらかというと、この、トークンですよね、いわゆるトークンの規格に応じて、展開するという通信規格になってます。で、高貴な意味ではですね、インターオペラビリティって言ってしまえばそうなんですけども、どちらかというとこの ERC の仕様に合わせた形でトークン交換をするというところに注力しているサービスになってます。で、代表的なものはコスモスですね、が非常に有名で、これを実装するネットワークをコスモスネットワークとして定義されているんですけども、まだまだ実証実験のフェーズかなと考えてますけども、非常にこれが今後、おそらくいろんなレジャーがたくさんある中で、どちらかというとレジャーの規格というよりもトークンの規格ですね、ERC の規格に合わせて交換できるようなプロトコルというところが、今後流行っていくんじゃないかなということで、基本的には理論的にはこれがどんどん実現されていくというところが、コスモスネットワークは今デファクトですけども、他のものも出てくるかもしれないですが、こういった考え方が最近ちょっと注目されているという形になります。で、最後に、ちょうど後にですね、IBM の方で、ブロックチェーン NFT が今目指すエンタープライズの価値ということで、基本的にファブトークンをベースにですね、プラットフォームに組み込む方向で、IBM 自身も今進めています。で、ちょっとこの細かい記事はですね、記事のリンクも書いてあるので、こちら側を見ていただければと思うんですけども、最終的にですね、価値交換がいろんなブロックチェーンのディストリビューションのプラットフォームをですね、またいで、実現される場合っていうのは、やっぱり企業間プラットフォームにおいて、提供が可能になってくるんじゃないかなというふうに考えています。で、そのベースにファブトークの SDK ですね、ちょっと使って、連携させていただいてですね、先ほどの、インターベイのコスモスとかの中心にですね、やっていくプラットフォームっていうのが今後出てきていくんじゃないかなという世界観をやってまして、この辺のコンサルティングだったりだとか、プラットフォームの企画の競争で進めていくというようなフェーズになっています。で、今日ちょっとあまり触れるなということであまり触れなかったんですけども、今ここの領域で一番注目を浴びているのはサステナビリティ領域で、例えば CO2 とかですね、いろんな、サステナビリティファイナンスというか、サステナビリティ会計をいろいろやるという場合に、何もないんですよね、仕組みが。金融の仕組みみたいなのがないので、こういったブロックチェーンプラットフォームをベースにサステナビリティファイナンスの、プラットフォームを作ろうみたいなところが今非常にホットでして、 IBM は今この辺りを注力しているという形になります。ちょうど持ち時間10分です。ありがとうございます。
枝山さん、ありがとうございました。